この記事はヨーロッパのチャイナタウンについての記事である。複数の都市型中華街がイギリスのロンドン、フランスのパリに定住したなどの主要なヨーロッパの首都に存在している。2002年から2003年にかけてドイツのベルリンにも中華街が誕生したと考えられている。欧州列強が19世紀に新国に進出したことによって海上交通が活発となり人や物の移動が 増加した。これは古代の陸上交通とは比較にならないほどの規模であった。関東省、福建省出身の家境は茶葉や綿花を高額で販売できる欧州に拠点を開設するようになった。第一次世界大戦中及び戦後の人手不足の時代に家人大量移民の第一波が始まった。その後、第二次世界大戦後の植民地独立時期に 第2波の移住が始まった。ベトナム戦争後発生したインドシナ難民は、大部分が統一ベトナムに迫害された歌人からなる。歌人の欧州移住の第3波は1978年に始まった中華人民共和国の改革開放により、1980年代以降、合法、非合法を含めて多数の歌人の移住であり、現在も続いている。この時期には、 欧州留学後、帰国せずに欧州に泊まった者も,も多い。主要記事、チャイナタウン、ロンドン及びチャイナタウン、バーミンガムロンドン、双方の中華街リバプール中華街の門イギリスには各地の中華街が存在し、その数は欧州最多である。イギリスの家人は香港経由で流入した者が多い。特に1997年の香港返還が決まると、 大量の関東系華人が流入した。香港人は主にカナダに移住したが、香港で華人人口は43万人以上と言われ、総人口に占める割合は欧州でも最大規模に上る。ロンドン、バーミンガム、リバプール、マンチェスター、グラスゴー、ニューカススルアポンタインなどにチャイナタウンが形成されている。ロンドンも途中華街があったロンドン東部ライムハウスの 中華街は第二次世界大戦時ドイツの空襲を受け破壊された。ライムハウスの中国移民、イギリス生まれの中国人は双方に移った。双方の中華街は1950年代から形成され大規模な商業地に発展した。パリ13区の中華街よりも大きくヨーロッパ最大規模である。新中華門を含め5000万ポンドで再開発が予定されている。 ロンドンには、双方以外にも小規模なチャイナタウンがあり、ロンドン南部のクロイドン地区をはじめ、ロンドン郊外の各地に中国人コミュニティはある。リバプール1834年、新国とリバプールを結ぶ航路が開設され、中国人船員の中には定住するものが現れた。1860年代には、港の隣接地に中国人居住地が形成され始めた。これが、 ヨーロッパで最初の中華街と言われている。入り口の門は中国以外で最大である。近年、再開発が行われた。マンチェスター・マンチェスターの過人人口は1万人を超す。フォルカー通りにあり、ロンドン、双方の中華街と被験するイギリス最大規模の中華街である。多くがイギリス当治時の香港人で、グレート・マンチェスター地区に在住。 近年香港からの移民数は安定し、変わって中国本土からの移民数が増加中。入滑する再開発が行われ、16万ポンドの門が中国本土のエンジニアにより建てられた。市内の家人は3000人以上。グラスゴースコットランド最大の中華街がある。ベルファスト北アイルランドのベルファストは大きな中国人移民人口を有している。 ドネガルパスおよびダブリンロードで多くの中国製食品雑貨が買える。ダブリンでは毎年旧正月を祝うチャイナタウンフェスティバルが催されている。ベルギーで正式に中華街と認定されているのは港町アントウェルペンの中華街だけである。アントウェルペン中央駅の正面という超一等地に立地しており、市内の韓国ドイツは 第一次世界大戦まで中国のチンタ貸に植民地を持っていたが、第二次世界大戦以前にドイツに存在したチャイナタウンは、ナチス政権下でゲシタポに迫害され、在独家人の多くはこの時、ドイツを離れた。しかし、近年再び家人のドイツへの流入が始まり、2002年以降、ベルリンにチャイナタウンが出現した。ドイツでは、英語のチャイナタウンが使われている。 ドイツを代表する港湾都市ハンブルクにも中華街がある。フランスには約80万人の中国系住民が住むと推定する説もある。ヨーロッパ最大の過人在住国である。過人のフランスへの移民の歴史は第一次世界大戦による人手不足でベトナムと中国から約10万の出稼ぎ移民を呼んだことに始まる。当時は関東省長州からの移民が中心で、 リヨン駅周辺に最初の中華街が形成された。1970年代にはフランスの給食民地であるインドシナから難民としてインドシナ在住家人が大量にフランスに逃れた。主として統一ベトナムの民族主義的政策により迫害を受けボートピープルとして脱出した人たちである。さらに中華人民共和国の改革開放政策によって 石膏省の運州などからフランスへ移住するものが多く、その後は不況に陥った東北地方からも不法滞在を含む移民が増加した。パリ13区のチャイナタウンはフランスだけでなく欧州最大の中華街である。この地区には、歌人以外にベトナム人やラオス人も含まれる。アジア製品を販売する歌人資本のスーパーマーケットや中国仏教寺院がいくつかあり。 春節には獅子舞などの大パレードが通りを更新する。パリにはこのほか19区のベルビル通りと18区のトルシー通りにも、比較的大きなチャイナタウンが存在し、大部分がインドシナ出身家人である。リヨン7区のコンドルセ付近にも2ブロック程度のチャイナタウンがあり、このほかフランスの主要都市には大なり小なり、歌人が存在する。フランスは500万人に上るイスラム系住民に、 神経を尖らせているので、歌人はそれほど注目されていない。アジアに植民地を持たなかったイタリアには、第二次世界大戦以前は、歌人がほとんどいなかったが、1980年代以降、中国の改革開放によって、急速に歌人人口が増加し、現在は10万人以上に達する。ローマやミラノにチャイナタウンが形成されている。イタリア第二のチャイナタウンは、 トスカーナ州プラートにあり、多くの第一世代移民は、復職産業に携わっている。イタリア語で、クワーティチネゼイだが、チャイナタウンも使用される。東インド諸島に、大上民地を有したオランダにはインドネシア、在住家人が多く、アムステルダムの有名なデバーレン高東区やロッテルダム、ハーグに、チャイナタウンが形成されている。最近は、中国本土からの移民も増え、 各地で中華料理店を開いている。オランダに留学してオランダ国籍を取得し、再び中国に戻り、北朝鮮の新宇宙特別行政区長官に任命された実業家、ヨウタケ氏がオランダ家人として有名である。多くの中国移民は1999年にポルトガル領マカオが中国に返還される時に来た。それ以外ではカンボジア、ラオス、ベトナム、 ブラジルの中国人も多く移民してきた。多くが、北京語、関東語、ポルトガル語を話す上、関東語、ポルトガル語クレオール、マッキンスランゲージマッキンスを話す。北部の都市ポルトのビーラドゥコンデにあるチャイナタウンは、急速に成長している。参照、チャイナトーンズ・イン・アジア・ロシア・サンクト・ペテルブルクの、チャイナタウンは2010年までに、中国人出資による開発が2、 キロ平方メートル以上にわたって行われる。計画には、レストラン、市場、仏教寺院、居住区などを含む。モスクワの中国人数は少ない。最大の中華街は、ベオグラードの新しい地区にある。ノビパザールを含むセルビア各地に、中国継承店はあり、安価である。セルビアでは、中華街は特になはなく、中国人を指すキネジが使われる。フランス、 ドイツ、イギリスなどより中国移民数は少なく、中国、香港、マカオ、日本、韓国、ベトナム、インドネシア、フィリピン、キューバ、プエルトリコなどの移民がいる。チャイニーズニューイヤーフェスティバル2005。ありがとうございます。